瓦礫から掘り出したもんだが使えるはずだ。頑張ってな。運べたのはこんだけさ。気をつけてな。どうだい、少しは片付いただろう。先に逃げてきた連中は、皆さん準備ができたら出発しますよ。焦らなくて大丈夫です。自分のペースで歩いてください。これ以上は歩け。館の方が騒がしかったけど、何かあったのか。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。
いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。なんとかするから、みんな安心して。早いからまだ寝てるのかもね。お前本当にいいのか。うん、どんどんお嫁さんになればみんなも助けてもらえるでしょ。
ろ。もっと体を動かして。
死んだの人も大変。ちょっとめまいが。俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。初めての列車だったのに、列車に乗るためにずっとお小遣いを貯めてた。最近は出社すらままならないよ。邪魔だ。投げた。覚悟はいいか。行け。じゃあ終わりだ。決めてやる。行くぞ。こんなところかな。
仕上げだ。体勢を立て直す。俺の見せ場だ。止めた。いい感じじゃねえか。このまま行くぞ。
人でも多くの方が助かりますように。ホルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういえばエアリスの姿が見えないね。あの子は心配ないよ。きっとどこかで誰かを助けてるのさ。ここだけの話、コルネオさんが消えた。